私は80代の高齢者で、2年前に悪性リンパ腫と診断されました。治療は r チョップという抗がん剤治療を受けました。最初の数ヶ月は、吐き気や脱毛などの副作用に悩まされ、体力も落ちてしまいました。しかし、家族や友人たちからのサポートを受け、毎日を一日一日、前向きに過ごしました。治療期間が終わり、 再び検査を受けたところ、癌が完全に消失していました。この喜びは言葉では表せないほどでした。今では、再発しないように、定期的な検診を受けながら、健康的な生活を送っています。癌と診断されたことで、人生についても考えるようになり、自分が大切に思うことや、やりたいことを追求するようになりました。 悪性リンパ腫と診断された時はとてもつらかったで治療に向き合い周りの人たちからのサポートを受け生還することができましたこの経験から人生をより前向きに捉え大切なことに目を向けるようになりました悪性リンパ腫の罹患から現在令和5年3月までの病状の時間的経過を示します 悪性リンパ腫の治療法や病気の進行状況によって生還率は異なります。しかし、その後の医療技術の進歩により多くの悪性リンパ腫患者が生還しています。具体的には、米国のがん協会アメリカンキャンサーソサイティによると、悪性リンパ腫の5年生存率は以下のように報告されています。ホジキンリンパ腫、ステージアイ及び2の場合、 生存率は約90%以上、ステージ3及び4の場合は、生存率は約80%以上と報告されています。非ジキンリンパ腫、種類や段階によって異なりますが、全体的に5年間の生存率は約70%から90%と報告されています。これらの数字は、一般的な生存率であり、個人の治療法や健康状態によって異なる場合があります。 また治療法の進歩や病気の早期発見によって生存率が向上することが期待されています発病から入院そして検査および R-CHOP 療法の治療日誌です昨年の暮れから咳が止まらず嫌な感じの咳込みのため加藤委員をに受診しました 加藤医院での胸部レントゲン撮影したところ、異常を認め、即座に対等病院に紹介されて、CT 撮影をしました。そして悪性リンパ腫と診断されました。左の画像は加藤医院で撮影し、右の画像は対等病院で撮影したものです。国立がんセンター築地病院に入院して、 ウハイモンリンパ節腫瘍摘出手術を受けました。その時の術前術後の胸部 X 線写真です。悪性リンパ節腫瘍は、リンパ系組織の癌であり、リンパ節に腫瘍ができる病気の総称です。リンパ系組織には、リンパ節、脾臓、骨髄腫、胸腺などが含まれます。リンパ節にできる腫瘍は、 ほとんど悪性のものもで、悪性リンパ腫と呼ばれます。悪性リンパ腫は、リンパ球と呼ばれる免疫細胞ががん化して増殖し、リンパ節を晴らす病気です。悪性リンパ腫には、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の2種類があり、私の場合は、非ホジキンリンパ腫と診断されました。別名、微萬性大細胞型 B 細胞性リンパ腫と言われています。 悪性リンパ節腫瘍の抗がん剤治療として、R-CHOP 療法とリツキシマブ療法が選択されました。R-CHOP 療法とは、悪性リンパ腫の一種である、リマン性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の治療に用いられる、化学療法の一つです。ドキソルビシン、ビンブラスチン、プレドニゾンに、 抗 CD20 抗体であるリツキシマブを加えたもので、がん細胞の除去を促進します。一方、リツキシマブ療法は、悪性リンパ腫や慢性リンパ性白血病など、CD20 に続く B 細胞の主要の治療に用いられる抗がん剤の一つです。通常は、他の抗がん剤と併用して使用されます。リツキシマブは、 CD20 オンラインの B 細胞に作用して細胞腫を促進することで腫瘍を縮小させる効果があります。R-CHOP 療法はリツキシマブを含む化学療法の一種であり複数の薬剤を併用することによってがん細胞を効果的に攻撃することができます。リツキシマブ療法は抗がん剤の使用に比べて副作用が少ないため 高齢者や免疫機能が低下している患者さんでも使用することができます。r チョップ療法とリツキシマブ療法には次の副作用がありました。r チョップ療法の副作用として、おしんや嘔吐、下痢、口内炎、食欲不振などの消化器症状、全身的疲労感、頭痛、めまいなどの一般的な症状があり。 血小板の加工や免疫機能低下による感染症の発生リスクがありました。リツキシマブ療法の副作用として、発疹、かゆみ、発赤、じんましんなどのアレルギー症状や、体温上昇、換気、頭痛などのインフルエンザ用症状を経験しました。代表的な抗がん剤の副作用を示しているが、その他に、 航空内乾燥、食欲低下、便秘、ふらつき、味覚障害などがありました退院後の外来治療と定期健診を示します悪性リンパ腫の完全感解後は、ペット検査が推奨されます。ペット検査は、がん細胞が残っていないかどうかを評価するために行われます。 ペット検査では放射性同位元素を用いた薬剤を体内に注射しがん細胞が集積している箇所を特定することができます悪性リンパ腫の完全寛解後はがん細胞が残っていないかどうかを確認するためにペット検査が行われることが一般的です完全寛解後のペット検査でがん細胞が検出されない場合はリンパ腫が再発していないと診断されます ペット検査でがん細胞が検出された場合は、再発の可能性が高いため、追加の治療が必要となります。手のこわばり、髪が伸びてきました。ペット検査の結果、肺や鼠径部に光を観察できないが、完全に消えたわけでない。3ヶ月後にもう1回ペット検査をしましょう。一応、完全寛解と診断します。 次回は9月3日にもう一度クレイを取りましょう。手足のむくみ、右手の指のこわばりが強く、むくみの原因はチョップ療法の影響であろう。レントゲン検査の結果は異常なし。次回は確認のためもう一度ペット検査を行い、むくみの原因が心臓にあるかどうか、心臓の検査をしましょう。 ペット検査の結果は異常なし。リンパ腫も再発転移はない。胸に水分が溜まっているが、原因不明である。心臓の異常を疑うが心臓も正常で、背中からお胸の水を採取して検査しましょう。その前に利尿剤を飲んで様子を見ることになりました。レントゲンは異常なしで、胸の水も落ち着いている。 手のむくみが若干あるが、次第によくなってきている。今後は定期的に検査しましょう。次回は来年の1月21日になります。右手の不腫、こわばりがあり、手に力が入らない。足のむくみは消失。血液検査のデータ、レントゲンは異常なし。右手の不腫、 小ばりがあり、手に力が入らない。足のむくみは消失。血液検査のデータ、レントゲンは異常なし。血液検査のデータには異常ありません。レントゲンに白い影が発生している。再発の可能性があるので、整形して原因をはっきりしましょう。それには反対して、何もしないで、経過を見ることにしました。 一ヶ月後に胸のレントゲンを取って確認します血液検査のデータには異常ありませんレントゲンに白い影が発生している再発の可能性があるので整検して原因をはっきりしましょうそれには反対して何もしないで経過を見ることにしました一ヶ月後に胸のレントゲンを取って確認します 右肺の影は薄くなっているが、肺門リンパ節腫はやや大きくなってる。整形して化学療法をしましょう。もう少し経過観察をして、1ヶ月後に CT をとって確認しましょう。中瘍肺部は変化がない。右肺門部のリンパ腫は悪くなっていないが、やや小さくなってる気がする。引き続き良くなるとは限らない。 来月、胸部 X 線写真を撮りましょう11月のレントゲンと比べて変化がありません血液検査のデータも変化がない念のため来月にもう一度、胸部 X 線写真を撮りましょう体調はあまり良くないが体力がないためであろうレントゲンは変化ない 次回 CT で再検査しそれで異常なければ3ヶ月ごとの定期検査になります右背門部のリンパ腫は半年前から変化がなく現状を維持している右中腰肺部についても同じであるので次回は6月に定期検診をしましょう血液検査のデータです 免疫力の変化を表しています。血液検査のデータです。免疫力の変化を表しています。血液検査のデータです。腫瘍マーカーの変化を表しています。血液検査のデータです。高中級の変化を表しています。 がんを克服した経験を通じて、自分自身や家族、友人、社会に対する新たな見方を得ることができました。これは、精神的に強くなり、感謝の気持ちを持つことにつながっています。しかし、悪性リンパ腫の治療によって、身体的な影響が残る場合もあります。例えば、化学療法によって脱毛したり、 治療中の体力の低下や免疫力の低下が残ったりする場合がありますが小生の場合はこのことに当てはまらなかったそのため個人的な体力や精神状態生活環境などを考慮して自分に合った生活スタイルを選んでいます定期的な健康チェックアップや適度な栄養運動睡眠ストレス管理など健康維持に取り組むことをしています